だけあって誰とも会わなかったですか？休日だからってここまで誰とも会わないとかないでしょ。ここはどこなの？その質問に意味はありますか？意味があるも何も当然な疑問でしょ。当然の疑問ですか。ではお答えします。ここは北高の屋上、その中でも最も高い C 棟校舎、空に一番近い場所。いや、そうじゃなくて、この町全体。この地区は杉宮区と呼ばれています。いや、そうじゃなくて、誰とも会わないくせに人の功績だけは残るこの世界だよ。世界は世界でしかありません。誰とも会わなかった世界が何かと問われれば、誰とも会わなかった世界としか言いようがありません。そうじゃなくて！紅茶を持ってきました。お飲みになられてはいかがでしょうか。紅茶？はい。さあ、最良の葉を選んで入れたものです。気を落ち着けてください。内なる世界、内なる世界と外なる世界、そんなものがあるのでしょうか。今あなたが感じてるすべては外にある世界のものですか、内なる世界のものですか。この青空はあなたの内なる世界のものですか、外の世界のものですか。まるで私たちはそれぞれにうちの世界を持ち、共通の外なる世界を持つように感じているならば、その共通の外の世界はどうやって至るのでしょうか。至る。人はどのようにして世界を正しく知ることができるのか。人はどのようにして世界について誤った考え方を抱くのか、ある認識が正しいかどうかを確かめる方法があるか、人間にとって不可知の領域はあるか。あるとしたら、どのような形で存在するのか。どうしたの、突然。いいえ、あなたの疑問を疑問で返しただけです。ここにある世界はあなたの内なるものですか、外なるものですか。うちの世界と外の世界。はい、うちの世界と外の世界です。私たちは外界から言語化されていないあらゆる情報、視覚、触覚などの感覚を通じて意識に現れるもの。感覚所与、感覚予見、センスデータ、呼び方は何でもいいですが、そのようなものを受け取って、内面で世界を構築している。そう信じるのであれば、世界とは、内なる世界と外なる世界、そのような二重構造を持っていることになる。ならば、その二つの世界は
どのような線引きをされているのでしょうか。あなたが今口にした紅茶の味は、外なる世界のものですか？内なる世界のものですか？あなたが触れるそのティーカップは、外なる世界のものですか？内なる世界のものですか？あなたが見ている私は、あなたの内なる世界の私ですか？それとも、外なる世界の私ですか？外の世界から来ると言われる情報以前の何か、その外から来る何かとは、どの時点から外なのでしょうか？どの時点から内なのでしょうか？視覚、触覚などの感覚から得たものは、その時点で内なる世界のものです。私たちは外の世界とやらの存在にいつ至れるのでしょうか。だからあなたの問いに私はこう答えます。ここはどこであるか。杉宮区北高C棟屋上。それ以上の答えは語り得ない。私、今見ている世界以外の世界、外の世界なるものを知り得ることができません。私は、私が今ここであり得る世界の文脈でしか、私の答えは、その答えを知り得るプロセスからでしか、語ることができません。高島さん、難しい話知ってるね。いいえ。すべてはあなたが考えたことです。気がついているのでしょ？そろそろ。世界そのものの少女の正体。はい。ねえ、高島さん。はい。触ってもいいかな？はい。それを望まれるならば。暖かい。はい。なぜみんな消えたの？器なき液体はどこにも満たすことができない。この地は器ではない。そうあなたがささやきました。ただそれだけのことです。器なき液体、それが私？そうとも言えますが、違うとも言えます。そんなことよりも。何？終わりと始まりの空、一緒に見ませんか？終わりと始まりの空。はい。最後の空です。痛くありません？問題ないよ。そうですか。高島さん。はい。私の腕枕は気持ちいい？はい、気持ちよいですよ。私の匂い、私の鼓動、私の体温。安心してくださいよ。すべて確かにありますよ。私は妄想でも幻覚でもありませんよ。
あなたがそう信じてくれるならば。信じるならば存在する。まるで神様だ。そんなことありませんよ。それはごく当たり前の条件だって。人は何かを信じることができなければ歩くこともできない。会議の迷路は歩くことすら許さない。次の一歩が奈落であるかもしれないと疑えば、そこで歩みは止まる。つまりは疑うなと。そんなこと言ってませんよ。問うことに意味がない答えなどいくらでもあります。それを問うことは無意味だと言ってるだけです。だってあなたが信じようが信じまいが、私はこの腕の中で幸せです。とてもとても気持ちよいですよ。好きな人の体温は心地よい。ただそれだけですよ。このまま永遠にここにいたいな。永遠に？そりゃ腕が疲れるよ。別に永遠に腕枕されていたいという意味ではないですよ。ただあなたと私の世界でとどまっていた。高島さんと私の世界？そうです。ここは私であり、あなたである世界。どういうことかな。さあ、どういうことでしょうか。